今回は音声を入れて私がいつもコストコで買っている商品を紹介したいと思います。他の YouTuber の方もこういう動画をアップしているので、私もちょっと試しにやってみました。私のチャンネル登録は数名で、いいねを押してくれる人も一人ぐらいしかいないけど、でもみんな仲のいいお友達だと思うので、私の日常生活を見てほしいと思います。定番の五色ピザ、とっても美味しいですよね。ロティサリーチキンは今回初めて買ったんだけど、食べる時に電子レンジで中までしっかり火を通した方がいいなと思いました。チョコレートチップマフィンも安くてとっても美味しいです。おまごちゃんのおやつ用に買いました。スライスハバティがちょっと画面からずれてすみません。でもこれは32枚入ってたかな。でこれのチーズの間に紙が挟まってるので、これをだいたい5枚ずつぐらいに、重ねて、ちょっとずらして重ねて、でサランラップに包んで、でジップロックに入れて冷凍保存、これを毎回しています。これもとっても取り出しやすくって、もうすごく重宝してます。今回の生ものは骨付きショートリブ、桜鶏胸肉、もも肉、黒背ぶり、アトランティックサーモンです。コストコの桜鶏の胸肉はとっても美味しいと思います。パサパサするからあまり、胸肉って使わなかったんだけども、桜鶏はとってもジューシーで、私はいつももも肉と胸肉をこういう風に混ぜて、でそれから、大体大さじ2杯のみりんとお醤油、それから生姜とニンニクを混ぜて下味をつけてから保存します。解凍してそのまま照り焼きにしてもいいし、それから片栗粉をつけて唐揚げにもできるので、いつもこんな感じで保存をしています。次はね、黒背ぶりの保存法です。大さじ2杯のお醤油とみりんを用意して、で漬け込みます。とっても新鮮で臭みがなくて、一切れがすごく大きいので、これもよく買います。普通のスーパーでだいたい、まあもう少しちっちゃな切り身で399円ぐらいするんですけど、確か12切れぐらい入っていたので、一切れが199円ぐらい、コストパフォーマンスもとってもいいと思います。とにかくこれもすっごく美味しいです。大好き。今回のお買い物で一番コストパフォーマンスがいいと思って大発見した商品が、日本ハムのロースハムスライス、3パックでない、なんと噛みそうになる、3パックでなんと1098円。これだけのボリュームでロースハムで1098円、普通のスーパーではとてもじゃないけどこんな金額じゃないので、これはちょっと感激しました。ダウニーズハニーバター、これは初めて買ったんだけども、娘がこのハニーバターを知っていて、
私は知らずに買って持って行ったらすっごく喜んで、私もちょっと食べてみたんだけども美味しい。バターなんだけど甘くて、これはちょっと癖になる甘さでしたね。美味しいですね。もうコストコはこういう知らない商品がたくさんあるから、それを見つけるのもすっごく楽しいです。次は骨付きショートリブ。骨付きカルビが好きなので今回ちょっと目に留まって買ってみました。お肉もとっても柔らかくて、それから、私が特に美味しいなって感じたのが骨とお肉の間の筋のところを焼くと、こうチューイーでクランチーでこう噛み応えがある、そこの部分がすっごく好きになりました。でプレッシングシールで、包んで、こんな風にジップロックに入れて保存します。最後に、タイ料理のクンチェナンプラーを紹介します。クンチェナンプラーは生エビのサラダなんだけど、アトランティックサーモン、新鮮なサーモンが手に入ったのでちょっと作ってみたくなって作りました。石臼で材料を混ぜれたらいいんだけど、まあ、すり鉢を代用しています。でトマトを潰して、ニンニク、それから青唐辛子、赤唐辛子、それらをしっかり混ぜて、潰して、でそこにナンプラー大さじ2、オイスターソース大さじ1、濃い口醤油を小さじ1、そして砂糖を大さじ2ぐらい入れて混ぜます。まあでも味付けは適当ですね。でそこに、新鮮なサーモン、それから、パクチー、そして、お米の麺ですね。でもこれはたまたまおそうめんが余ってたのでそうめんで作ってみました。でもなかなか美味しかったです。ディナーロールやスパゲッティ、オイコスのヨーグルトやトイレットペーパー、キッチンペーパー、それから目に留まった、ミッチュ、いちごとジャスミンの味のする、果実のお酢なんかも買ってきました。中央にあるライ麦パンはこの大きさで599円。ハロウィンが近いのでハロウィンのおせんべいも買ってきました。コストコはね、いつ行っても飽きない、とっても楽しい場所です。次行くのが楽しみです。